はい、こんにちは。116インズです。 MLB は今日で前半戦の全ての試合が終わり、明日からオールスターブレイクに突入ということになりますが、今日の注目のイベントといえばやはりドラフトですよね。例年 MLB のドラフトは6月に開催されてきましたが、今年はオールスターウィークに重ねる形で史上初の7月開催、今日から3日間にかけて20巡行われる予定となっています。昨年はコロナの影響でドラフトも大幅に短縮されて5巡しか行いませんでしたので、20巡の今年はこれでも例年と比較してラウンド数は少ないとはいえ、昨年よりかはボリュームのあるドラフトになるのではないかなと思っています。私自身プロスペクトについては正直あまり詳しくはないのですが、そうは言ってもドラフトの上位指名候補にどんな選手がいるのか、注目の選手がどこのチームに指名されるのかなど、そういったところはやはり気になりますし、また自分が応援しているマリナーズはどんな未来のスター選手を指名できるのかといった点でも、今日という日をとても楽しみに待っていました。今日は1巡目指名計36人がドラフト指名を受けましたが、昨年は上位3人で結構波乱があったドラフトでしたけれども、今年のトップ3はどうなったのか早速見ていきましょう。今年のドラフト全体1位はピッツバーグパイレーツ。2011年にゲリット・コールを指名して以来の1位指名となりましたが、パイレーツはルイビル大学のキャッチャーヘンリー・デイビスを指名しました。キャッチャーの全体1位指名は2年前にオレゴン州立大学のアドリー・ラッチマンがオリオールズに指名されて以来2年ぶりということになりましたが、パイレーツはスポーツメディアなどの各媒体が実施した模擬ドラフトでは、高校生ショートのマルセロ・マイヤーの指名が有力視されていただけに、デイビスの指名は少々サプライズ感のある指名となりました。ただデイビスも1位候補には名前が挙がっていた選手で、キャッチャーとしての補給面にやや難があるとされながらも、肩が非常に強く、今年の盗塁阻止率はおおよそ 50%、 キャッチャーながらバッティングの評価も高く、今季は50試合でホームラン15本、打率3割7分と好成績を残しています。パイレーツは MLB.com が発表している傘下のプロスペクトランキングにおいて、キャッチャーが上位20人に1人も入っていませんので、ポジションのニーズの面でもデイビスはフィットするんじゃないかなと個人的には感じました。着々とマイナーの整備が進むパイレーツですが、数年後デイビスらを中心としたチームでまたコンテンダーに戻ることができるでしょうか。続いてはテキサス・レンジャーズ。レンジャーズは全体2位指名でバンダービルト大学の右ピッチャージャック・ライターを指名しました。レンジャーズのライター指名に関しては模擬ドラフトでもレンジャーズ予想が多かったイメージですので、こちらは大方の予想通りといったところでしょうかね。メジャーで長年先発投手として活躍し、通算162勝を挙げたアルライターを父に持つこのライターですが、なんといっても彼の魅力は今季最速100マイルを記録した速球ですよね。大学のシーズン中、よくこのライターのピッチングの動画がツイッターなどでも流れてきましたが、本当に見ていて惚れ惚れするような速球を投げていますし、多くの人がライターに期待する気持ちもよくわかります。今季は18試合で11勝4敗、防御率 2.13、 フォアボールは少々多めですが、110回で179奪三振、100マイルの速球に加えて空振りを奪える縦のカーブもありますので、 MLB でもゲームを支配する先発投手になれるだけのポテンシャルは秘めているでしょう。ただライターに関して心配なのは、身長が約185センチ、体重は100キロに届かないという、MLB の先発投手としては小柄な点と、あとはスタミナでしょうかね。大学では今季が実質初めてのフルシーズンで、中盤少し調子を落としたこともあったようですし、また MLB で剛速球を投げる小柄な先発投手はティム・リンスカムなど短命に終わってしまう選手も多い印象がありますので、この課題をいかに克服するかが今後焦点となってきそうですね。全体3位デトロイトタイガースは高校ナンバーワン右腕、オクラホマ州のジャクソン・ジョーブを指名しました。ジョーブが際立つのは何といっても今年の成績、もちろん高校生が相手なので参考程度でしかないとは思いますが、51回3分の2を投げて防御率 0.13、 そして奪三振を122個も記録していまして、奪三振率に換算するとシーズンで 21.3 というわけのわからないことになってます。ジョーブのピッチングを支えているのは非常にスピンの効いたスライダーでして、どうもすでに回転数が 3000rpm 前後あるという話も見かけましたが、ジョーブのスライダーについては大学生を含めても今年のドラフトクラスにおいて最高の変化球と評価する声もあるようですね。確かにメジャーリーガーでもこれだけスピンの効いたスライダーを投げることができる選手はそう多くはないですし、それを高校生に打てという方が酷だと思います。オクラホマ州の高校生ピッチャーで上位指名を受けた選手といえば、現在エンゼルスでプレーするディラン・バンディがいますが、州内ではおそらく彼以来の逸材であろうこのジョーブ。バンディは全体4位指名を受け、そこから15ヶ月で MLB デビューまでこぎつけましたが、それ以降はなかなか当初の期待に見合ったピッチングはできていません。上部に関してタイガースがどのような育成方針を取るのかはまだ分かりませんが、時間をかけてじっくり育ててもらって、何年か経った後にマイズやスクーバル、マニングらが活躍しているローテーションの中に満を持して上部が加わるという展開になると一番いいのかなと思っています。ということで全体1位はややサプライズがあった程度で、今年は割とトップ3は妥当な並びになったんじゃないかなと個人的には思いましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ただ個人的に少し驚きだったのがクマーロッカーが危うくトップ10から漏れそうだった点ですかね。ロッカーは全体2位指名を受けたライターと同じくバンダービルト大学の右ピッチャーで、今回メッツから全体10位指名を受けましたが、去年のちょうど今ぐらいの時期、来年の1位はロッカー以外ありえない、全体1位はクマーロッカー賞とかいう雰囲気があるくらいロッカーへの期待が高かった記憶があります。というかありましたよね。速球が安定して90マイル中盤から後半出て、変化球の質も高く、そして先発投手としての体のサイズも兼ね揃えていて、コロナで大学のシーズンが中断となる直前のロッカーのピッチングも圧巻の内容でしたので、期待が高くなるのも必然だったと思いますが、それから考えるとギリギリ10位はもちろん決して低い順位ではないんですが、当初の期待を考えるとだいぶ評価が落ちたなという感想は抱いてしまいますね。今季ロッカーが評価を落とした一因に急速の低下がありまして、シーズン序盤は90マイル前半しか出ない時期もあったようですし、チームが敬遠する気持ちもわからなくはないのですが、ただ先発投手としての完成度は2位指名のライターより個人的には高いと思っていますし、メッツは10位でかなりいい選手をゲットできたなと勝手に羨ましく思いました。個人的にはロッカーが全体12位、我らがマリナーズまでスリップしてきたらなんて妄想もしましたが、それは残念ながら実現しませんでしたので、マリナーズは全体12位で高校生キャッチャーハリー・フォードを指名しました。ディポト GM がマリナーズの GM となってから、ドラフトの1巡目は毎年大学生を指名してきたので、今年も大学生 UCLA の内野手マット・マクレインやボストンカレッジの外野手サム・フリーリックあたりになるのかなと思っていたら、まさかの高校生キャッチャー。ちょうど今日マリナーズはキャッチャーのプロスペクトであるカル・ローリーが MLB デビューを果たしましたが、その次の世代のキャッチャーが今マイナーにいないので、ポジションのニーズを重視した指名なのかなと感じましたね。ただフォードはキャッチャーではありますが、今回キャッチャー兼外野手でマリナーズが指名をしている通り、なかなか動けるタイプのキャッチャーだそうで、というか足の評価がキャッチャーにしては相当高い、非常にアスレチックな選手らしいので、この辺りも近年選手の運動能力を重要視しているディポト GM のお眼鏡にかなったのかもしれません。高校生なのでこれからどんな成長曲線をたどるのかは分かりませんが、キャッチャー以外にも外野を守ったり、またセカンドも一応守れるみたいですので、昨年までチームに在籍したオースティン・ノラのような使い方が将来的にできると、ロースター編成の面でもかなり重宝しそうです。個人的にはなかなかいい選手を指名できたんじゃないかなと嬉しく思っていますが、ドラフトは引き続き明日も続きます。この後どういった指名が行われるのか、そしてマリナーズがどんな選手を指名できるのかなど、ここからも楽しく追っていこうかなと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。